ポンコツ GG です。ルアーです。お願い事項はいくつかあります。については、ブリブリした感じで、結構楽しく弾けるかなと。あと、リップの材質については、まあ、これ好き嫌いがあると思いますけども、削れたり欠けたりするっていうところが、やっぱりポリカノがいいのかサーキットボードがいいのか、これは意見が分かれるところだと思います。一番気になるのは飛距離。どうもこのルアーは、投げた時の空気抵抗が大きいのか、あまり飛距離が伸びない、そういう感じです。そのため、見ていただくと分かるようにリアフックに、どこかのメーカーが出してたような細工をしています。これで多少はマシになったけども、なんか動きがちょっと変わっちゃったというような感じです。飛距離に関してもう一つ、ラインを細くすることで飛距離を多少伸ばすことができるかも分かりませんが、カバーグランキングの場合はどうしても太いラインを使うことになると思うので、そういう点ではちょっとこのルアーは短距離はショートキャストで攻めていくパターンっていうのにはいいのかもしれないですけど、使うところを選んでしまうような癖が一つあるかなと考えています。釣れますか？ポンコツ GG でした。ご視聴ありがとうございました。